長田雅宏は、千葉県茂原市出身の元プロ野球選手。中学時代は、陸上競技部へ入部し、市原シニアに所属。高校は、東海大防洋校に進学し、1年春から、レギュラーとして、活躍、2年夏の千葉大会準優勝。高校時代から、甲手、俊足、高打のショートとして注目され、西尾勝義等とともに、 ポスト松井和夫として注目された。高3夏の千葉大会では、日米11球団19人のスカウトが彼のプレーを見ている。2002年のドラフト会議では、巨人以外の指名なら、東海大進学を表明し、読売ジャイアンツから4巡目指名を受けて入団。篠塚二世として期待された。ルーキーイヤーの2003年高卒新人選手では、 松井秀樹以来の一軍キャンプスタートとなり多大な期待を受けた。5月4日の対広島戦で巨人では松井秀樹以来となる高卒新人野手の初先発、初出場。2005年のフレッシュオールスターゲーム出場。2006年11月10日に谷義友との交換トレードで鴨志田隆史と共にオリックスバファローズへ移籍。 2007年は2軍では主に2番を打ち、打撃コーチの大島光一の指導のもと一時は打率。340をマーク、選手の入れ替えの少ない中で1軍昇格も果たしたが、あんだが出ないまま降格した。2008年は1軍昇格を果たすも、出場機会がないまま降格。それ以降1軍昇格は果たせず、2010年8月26日に、球団に対談を申し入れ、 8月31日付で任意引退選手公示された。2014年3月4日付で学生野球資格回復。19歳の時に日本のキャンプに参加していたキューバ人選手が粗悪な野球道具を使っていることにカルチャーショックを受けた。第2回 WBC でキューバ戦を見たことがきっかけでチームメイトから野球道具の寄付を募り集まったバット40本。 グローブ30個以上、アンダーウェア多数、ボール120個を中日キューバ大使館へ寄付した。タレントのシェイラは、とても静かで、紳士的で優しそうな方と人柄を表した。ありがとうございます。